神社の入り口に飾られた門松住吉神社門松は正月に家の門の前などに建てられる松や竹を用いた正月飾りである。松飾り、飾り松、竹松ともいう。新年の季語。古くは木の小に神が宿ると考えられていたことから、門松は年神を家に迎え入れるための寄り台という意味合いがある。松は千歳をちぎり、竹は 万歳をちぎると言われ、松と竹で神のよりろの永遠を願う。年神はこの消門を目印に降臨してくると言われる。松は冬でも青々とした常緑降木で新しい生命力の象徴となっている。神様が宿ると思われてきた時脇の中でも、松は祭るにつながる樹木であることや、古来の中国でも生命力、不老長寿、繁栄の象徴とされてきた。 一説には東大に見られた正月に松の枝を門に飾る風習が平安時代に日本に伝わったという。平安時代の宮中では小松引きという行事が行われた。これは植後の日に外出して松の小木を引き抜くという貴族の遊びで持ち帰ったこの日の松を長寿祈願のため愛好する習慣があり、角松はこれが変化したものと考えられている。現在も 関西の旧家などでは、寝引きの松という玄関の両側に白い和紙で、包み金赤の水引きをかけた根がついたままの小松が飾られる。長寺年間に遷された堀川百首には、藤原賢樹が門松を読んだ歌が収められており、この頃には、京都で門松を飾る風習があったことがわかる。十四世紀中頃のつれ釣れ草にも、王子の様、祭りつて渡して、 華やかに後れげなるこそ、また哀れなれと記され、16世紀中頃の上、杉本、落中落外図にも門松が描かれている。なお、中国では正月に松を飾る地域は限られており、一般的には邪気払いの力があるとされる桃の木の人形や札を飾る風習が見られた。日本に桃が伝来した時すでに、 日本では松を正月飾りにする風習が出来上がっていたため、桃が入り込む余地がなかったと言われている。民家の設置例竹のない飾り付け。大正時代竹を2階屋根まで届くほど高くしたもの。大正時代現在の門松は中心の竹が目立つが、その本体は名前でわかる通り松である。古くは松などの常緑樹を飾っていたが、鎌倉時代以後、 竹も一緒に飾るようになった。竹の先端部の形状は、斜めに切ったソギと真横に切った寸胴の2種類がある。一説では、ソギは徳川家康が始めたもので、徳川家康の生涯唯一の敗北として知られる、三方ヶ原の戦いの後、対戦相手の武田信玄に対して、次は切るぞという念を込めたのが、始まりとされる。 江戸木の角松は現在と異なり、松の先を切らずに地面からそのまま家屋の2階屋根まで届くような高さのものが飾られていた。仙台藩の武家では、松の枝をくくりつけた高さ3メートルほどの栗やくぬぎの木を門の両脇に立て、その間に竹を渡し、締め縄と藁の飾りをかける、剣台を組み合わせる門のような構造である。角松の様式には地方により差がある。 関東では三本組の竹を中心に、周囲に短めの若松を配置し、株を藁で巻く形態が多い。関西では三本組の竹を中心に、前面に羽母体後方に長めの若松を添え、株を竹で巻く。豪華になると、梅老木や南天、熊笹や譲り葉などを添える。兵庫県西宮市の西宮神社では、東海恵比寿の宵い宮で、市中を巡行する。 エビス様に、刃先が当たらないよう、松を下向きに付け替えて、逆さ角松にする。地域の言い伝えにより松を使わないところもある。東京都府中市の大国魂神社では、松に通じることから、境内には、松の木が一本もなく、府中では角松に松を用いない慣習が残っている。千葉県市原市の姉崎神社やそのう子も、同様に松を嫌って、門坂木を飾る。 千葉県市原市には、門坂木カードも存在する。兵庫県神戸市の生田神社では、水害で倒れた松の木が社殿を壊したとの言い伝えがあり、杉森を飾る。集合住宅の発達など社会環境の変化などから、画像のような本格的な門松が設置されることは少なくなったが、一般家庭用に小さな寄せ植え風の門松などが、年末に店頭に並ぶようになったため、 このタイプの角松を置く場合がある。さらに省略版として、枝ぶりの良い,い若松に赤白や金銀の水引きを蝶結びにし、門中などにつける方法もあり、手軽なことから多く使われる。生果店やホームセンター、造園業や工務店などでは、角松を作り、設置、撤去まで一括で行うサービスもある。毎年飾ることができる増加の角松もある。 角松用紙とは、角松を置くスペースが確保できない店舗や、住居向け、設置の簡素化目的でを、実際の角松の代用として、玄関先に貼る用紙である。角松などの図柄に、画商、金河新年、芸春等の画子、新年の挨拶分や、年末年始の休業期間を廃したお用紙に併記する、ことも多い。角松を紙媒体にしたことで、 既存の角松の形式にとらわれない自由な様式が見られ、小竹梅の各単体のみの絵柄や、鶴亀や江戸など縁起が良い動物の絵柄もあるほか、和紙を使用した見栄えの良い角松用紙もある。用紙の名称は、角松用紙が多く用いられているほかに、年賀ポスター、紙角松、角松カードという仕様も見られる。町内会や商店街単位での配布されている場所があるが、 小売りで販売している業者や文具やホームセンターなどでも購入が可能である。12月13日に山から松の木を取ってくる松迎えを行う。登松、花迎え、花松、松林などとも言う。この松により山から年神様を迎え入れることとなる。なお、門松を建てることを松迎えというのは誤りである。 門松の設置は12月13日以降にすべきと、される。ただし、12月29日に飾るのは、二十九、さらに九の末日でもあるので、九松に通じるとされ、九松と言っていむ。また、旧暦の大晦日に当たる12月30日や12月31日に、飾るのは、人よ飾り、一日飾りといって神をおろそかにするということから、それぞれ避けるという風習もある。 門松がある期間のことを松の内と言い、伝統的には元日から1月15日までを指し、関西などでは以前15日までのままであるが、近年では関東を中心として7日までとするのが多くなっている。松の内を1月7日までとする場合には、6日の夕方や翌7日に片付ける場合が多い。詐欺町が行われる地域は、詐欺町で門松を焼くので、 それに合わせてしまう。詐欺町は1月15日の正正月が多いが、地域や神社によって異なる。門松を片付けることを、松下ろし、松上がり、松払い、松引き、松送り、松納め、などという。門松を飾った後の穴にその松の小を立てる、風習もあり、鳥荘松や留水松と呼ばれる。正月の門松を片付けた後を、松杉と呼ぶ。 ありがとうございます。